わかった。任せてくれ。は弱いかもしれん。しかし手を携え支え合い未来を作ることができる。ファイト。この身が果てようとも。
様は無力だ。故に母を守れなかった。力なき者は全てを奪われる。お前の手から今までどれだけ大切なものがすり抜けた？貴様はあの時だ。お前には力が必要だ。怒りと憎しみに身を浸せ。復讐だけが生きる道だ。その器明け渡すがいい。ファイト。貴様は傲慢さゆえ島数や同じだ。罪とともに生きろ。孤独な戦いこそが食材だ。罪の意識と使命感が前へ進む意志を与えてくれた。だが俺の食材は孤独な戦いじゃない。Fight! この己と向き合い乗り越えてきたようだな。ああ、怒りと憎しみが俺たちを生かしてくれた。そうだ、罪と使命が俺たちを強くしてくれた。全ては今の自分につながっている。そして未来の自分へと。俺は過去を受け入れるためにここに来た。俺は未来へと踏み出すためここを出る。
俺はもうお前を俺自身を否定しない。俺自身を縛る心の鎖をお前が打ち砕いてくれ。ああ。はあ。この目もお前の中にある力を使います。その私は生まれた時から常に諦めの死ぬ。俺はお前を救ってみせる。縛る鎖はもうない。お前の本当の望みは何だ？俺の望みは、俺は命に代えても大事な人たちを守りたい。そのためにはお前の力が必要だ。デビル、もう一度共に戦ってくれ。ああ、もちろんだ。俺は決してお前を否定しない。それがお前の望みなら全てを受け入れよう。執念だが、ここまでのようだな。不思議だね。今のジンはデビルなのに怖くないよ。死なないでね。今度こそ全てを終わらせる。
してくれ。デビルの血を否定していた貴様がどういうわけだ。貴様には分かりない。今の俺にとってデビルの力は呪いではない。